さあ、では続きまして影本さん、どうなんだろうね、顔グラって出たりするんですかね。影本さん、扉をノックすると奥からもぞもぞと物が聞こえる。なんだ、メダカの件で話が。そう、ということで選択してきましたね。メダカ、警察、犯人、メダカ。メダカの件のメダカ。そもそもメダカ盗まれたって本当？メダカさん、盗まれた。高価なメダカの？高くない。だが俺が掛け合わせて生まれた新種メダカだ。そっか、そうなんだ。高価なもんではないのか。じゃあどうして盗まれたんだ。そう、全部いけるのかな。警察、警察を部屋に入れなかったの？ああ、入れなきゃ被害を証明できないじゃん。嫌だ、誰も入れたくない。でもメダカは取り戻したんだよな。それでも嫌だ、頑固だな。被害を証明できなかったらまた泥棒に入れるかもよ。やだやだやだ、入れたくない。困ったな。さあ、犯人、メダカを盗んだ犯人に心当たりは？ある。ペットショップのオーナーの秋田さんが。秋田さん、その人がなぜ？彼も俺と同様にメダカの品種管理を趣味としてる。彼は新種を作り名付け親になりたがっていた。そんな彼に俺の部屋で新種メダカが生まれたと伝えたのが間違いだった。他に新種の存在してるのはいない。それならその秋田さんとやらが怪しいな。まあそうなってきますね。さあ、思い当たる節。でもいつどうやって盗まれたんだ？今朝起きた時にはまだ水槽を泳いでいた。だが11時頃に水槽みたいになかった。影本さんが部屋を出た時間ある？今朝は朝食をとっていない。この部屋を出たのは顔を洗ってトイレに行った時だけだ。え？10分も経っていないと思う。マジか。さあ、いつ盗まれた？その間に盗まれたっていうのか。おそらく。そんな無茶。ありがとう影本さん、また何かあったら教えてよ。取り返してくるのか？取り返せるなら取り返したい。でもそれには影本さんの協力が。断る。どうやっても影本さんは警察を部屋に入れたくないらしい。部屋に警察を入れずに盗難を証明する方法ってなんだ。そもそもどうやって犯人やメダカを取ったんだよ。それさえ分かれば何か進展するかもしれないな。まあ、そこですよね。さあ、若荘内捜査調査官1行きましょう。2階から今へ戻った俺は宗星の腕を引っ張った。よし、こうなったら俺たちでメダカの盗難方法を突き止める。俺たちたち、そう、俺たち。めんどくさい。無理するんじゃないよ。大家さんがひらひらと手を振った。さあ、ということで探索開始だ。まずは大家さんに詳しく読んだ。大家さん、おお、いっぱいあるね。犯行時刻、メダカもブラも午前中に盗まれたみたいだよ。私が2号室に洗濯物を干したのはあんたら2人が紅葉くんと出かけてからだ。業者と外にいたのは10時半から30分くらい。私はずっと業者と勝手口にいたんだよ。で、2階から影本くんの叫び声が聞こえたのが11号だな。影本さんでも叫ぶんだね。影本くんを置いといて、2階がガラ空きだったのはほんの30分なんだよ。30分だけか。じゃあもし別々の犯人なら多分バッティングしちゃうな。さあ、だとしたら同じ人物がブラとメダカを盗んだのか。犯人の心当たり、犯人に心当たりないの？うん、ないね。でもわざわざ2階にあるブラを取ったんだよ。かなり思い入れがあるのかも。ひょっとして、おお、思い入れたる節か。私が無意識に男をたぶらかしてしまったのかも。罪作りだね。何それは罪なの？ブラが見えたかったらソニー干してる時に取らないか。さあ、気がついたこと、何か気がついたこととかある？ああ、そういえば下着は2セット干してたんだけど1つしか取らなかったね。パンツは2つとも盗まれてなかったし、なんだろう。さあ、戸締まりってどんな感じだった？勝手口以外は閉まっていたはずよ。窓は？部屋干しをしていた2号室開いていたね。扉は鍵を開けていたよ。念のためね。空き室を物置として利用する輩がいたりするからね。今のメンツならそんな心配はないと思ってるんだけど。そうなんだ。ってことは犯人は2号室を見てるかい？うん、見たい。じゃあほら2号室の鍵で。
本屋さんが棚から鍵を取り出して俺に放り投げる。あ、ありがとう。さあ2号室の鍵、これで空き巣に入るんだぞ。何か手伝えることがあったら言ってくれ。ありがとうございます。そう、ということで2号室行くのかな。これさあ若和総内調査に行きましょう。犯人はどこから侵入したんだろうな。調べてみよう。俺は表を確認してくる。よし、じゃあ俺はこの辺を。さあでは探索ですね。あ、この辺だよね。気になるのは鍵が変わってる。おまけに20ロックされてる。こっから入るのは無理だな。あ、お、地面に水たまりができてるけれど今日は一滴も雨が降っていない。上を見てみるとちょうど屋根の下。なんだこれ。さあ謎の水たまり。何の水たまりだ。鍵が変わってる。簡単には開けられそうない。どうだ、表を確認してんだ。ソウセイが持ってくる。鍵が変わっていたよ。こっちもな。ソウさんの言う通り戸締まりはちゃんとしてたみたいだな。うん、でも一個気になるところがあったんだ。これは地面の水たまりを出した。ここだけ水たまりになってるんだよ。何の水だ。俺とも同様に創生も首をかしげた。ブラとメダカが盗まれた場所を見られるといいんだけどな。もう一度影元を話してみる。無駄ともに台元で影元さんの部屋をブラノックしてみる。影元さん、メダカ取り返してくれるのか。どうやって盗まれたのかはっきりすれば警察も動いてくれるもんだ。だから部屋に入れて。嫌だ、ほらな、俺は創生を見た。今度は創生が扉前に出す。部屋に入れてもらわなきゃお前がメダカを盗まれたことすら信じられないな。誰だ。諸富や創生、お前が。ちょっと待て、二人は今まで話したことがなかったのか。なあ、一度も。マジか。ねえ、ディスコミュニケーション。とにかく俺は何人たりとも部屋に入れる気はない。メダカの命名権を手放してもいいのか。表現じゃないのか。おいおい、返事がない。それどころか扉の向こうからメタルらしき音楽がガンガンに流れ始める。これ以上の会話はしたくないらしい。奴は瞬間予想通りの結果だ。さあということで、とりあえず鍵ですよね。いきますか。本屋さんから借りた鍵を使って2号室の扉を開けた。さあでは続きまして空き室行きましょうか。おお、干してありますね。部屋に入り真っ先に目につくのは部屋のど真ん中に置かれたモンス台だ。見ろ。ね、創生が顎をクイッと動かして俺に前方を見るように流す。洗濯物の向こうにある窓を見てみると開いていた。大宮さんの言う通り、洗濯物を干してるなら換気のために窓を開けても好きじゃない。じゃあ窓から侵入したかもな。ただ簡単によじ登れるものなのかどうか。創生は窓に近寄り網戸を開けて外を見る。俺も一緒になって窓を外を見た。変わらんとこ。ギア感。窓の下の屋根、ギアっていうのか。その屋根のガーラに水が伝ったかのような形跡がある。こういうの見たことある。実家で2階のエアコンを使うと室外機から水が出るんだよ。それでこんな風に屋根を伝って地面にポタポタ落ちるんだ。庭の水溜りもこの水が原因なんだろうな。けれどここに室外機はない。そこなんだよな。まさに室外機の水って感じなんだけどな。さあ水が伝った形跡。おーい、どこからか声が聞こえる。こっちこっち。おー、ことこちゃんだ。声の下方を見ると庭先でことこちゃんがこちらに向かって手を振っていた。ことこちゃん、遊びに来たよ。なかなかすごいタイミングですね。さあでは続きまして、影本さんとことこちゃん行きましょう。忘れた、ことこちゃんが遊びに来るんだった。泥棒騒ぎですっかり忘れていた。二人で巣を見て何が見えるの。ことこちゃんが庭から叫ぶ。俺も負けじと2階から叫ぶ。ことこちゃん、そっからここまで登ってこれる？お前
お前女子に何させようと。いいよっていうかいいの？いいよ。運動神経抜群の彼女が登れないようだったら誰もまだから就任なんてできないよ。ああそう、お前絶対モテないだろうな。なんでそういう話になるんだよ。じゃあ登ります。声が聞こえたかと思うと1分と経たずに A の口からほどこちゃんの顔が見えた。すごっ、お邪魔します。早いな。ほどこちゃんは屋根の上を歩いて俺たちの目の前までやってきた。誰でも簡単に登る感じ？そうだね、柱があるから木登りができるやつだったら誰でも登れるんじゃないかな。ところでなんで登れって言ったの？じゃあ犯人は窓からの侵入で決まりっぽいな。ああ、そうだろうな。犯人？何の話ですか？宗星は俺の意見にうなずいた後ほどこちゃんを見る。すでに頼んでもいいか？はい。隣の部屋を覗いて間取りを覚えてくれないか？え、どうしてですか？特に水槽がどのあたりにあるのか記憶してくれ。水槽ですね、了解しました。コトコちゃんはさっさと屋根を歩いて周りの部屋を覗き込む。体感がすごい、すごいな、コトコちゃん。なあ、すいません、怪しいもんじゃないです。タキ君の知り合いのヨスジです。コトコちゃんが急に声を上げた。おそらく影本さんに気が付かれたんだろう。ところで水槽ってどこにあります？ああ、それですね、立派な水槽ですね。そうなんですか。なるほど、それは大変でしたね。影本さんの声は聞こえないけど、どうやら普通に会話してるらしい。影本さんは人見知りだと思ったのに、宗星よりも会話が進んでるぞ。イエスも男ってことだろ。宗星は面白くなそうに素早た。なんか普通に喋ってくれてる感じがするね、影本さん。さあ味のある絵行きましょう。それじゃあ失礼しますね。しばし屋根の上で影本さんと会話したことこちゃんは窓に向かってひらひらと手を振りながら後ろに持ってくる。きっと隣の部屋のとこもことこちゃんに向かって手を振ってるんだろう。もうここから上がっちゃって。お邪魔します。ことこちゃんが靴を脱ぎ窓をまたいで部屋に入ってくる。部屋にいた男の人がメダカを盗まれたとか言っていたけど一体？これに隣の部屋の間取りを書いてくれ。え？宗星はことこちゃんの言葉には反応せずにスケッチブックとペンを差し出す。ついさっき実質から持ってきたやつだ。私絵心ないからな。そう言いつつもことこちゃんはさらさらと滑らかにペンを動かす。はい、こんな感じ。俺はスケッチブックを覗き込んだ。おお、どう表現すればいいんだろう。幼稚園児が描いたみたいな絵と言えばいいんだろうか。どう、ちゃんとわかる？下手だよね、正直に言って。ダイモン先輩の絵とどっこいどっこいな感じ。本当？じゃあ一応何が書いてあるか伝わるってことだよね。うん、まあよかった。コトコちゃんはにっこりと微笑んだ。ポジティブ。絵を見る限り水槽はこちら側の壁際にあるんだな。はい、そうです。コトコちゃんは部屋の隅に移動して押し入れのやや上の方を目指した。ちょうどこの裏あたりに水槽があると思います。少し室内を見てみるか。お願いですから誰かこの状況を説明してくれませんか。確かに何も知らないよな、このじゃん。さあでは穴行きましょう。影本さんの水槽は押し入れの裏あたりにあるのか。とりあえず室内見てみよう。さあ探索開始だ。メダカだけじゃなくてブラジャーも盗まれたの？なんか気持ち悪いね。だよね、だから犯人を見つけないんだ。少し分かってきたかもしれない。本当に？ああ少しだけな。ってなるとアイテムは何も持ってないですよね。あ、いった。とりあえず気になるのはこの穴かな。結構な穴が開いてる。無理やりこじ開けたみたいだ。もしかして？もしや。俺は押し入れの上段に乗っかって穴を突っ込んだ。おっと、これだ。押し入れの壁に開けられた穴から影本さんの部屋が見える。お、これは
そしてこの穴は水槽の真上にあるし、隣の部屋が見える。影物さん見えないけど見せろ。俺が言うと宗星が穴を覗こうと押し入れに近寄ってくる。宗星は俺を押し上げて穴を見た後、再び洗濯物と屋根を確認した。ほどこ、水槽の水は？え？こっからだと水槽の水が見えなかった。水は入っていたか。いやや早くしに宗星がことこちゃんに尋ねた。ほとんど空でした。影本さんは水槽の中にいたメダカも全部取られたって言ってましたよ。そう、水ごと盗まれたメダカ。なるほど。そうか、まあそうだろうな。宗星、何か分かったのか？なあ、分かった。ちょっと買い物行ってくる。突然の買い物？お前たちはおじゃらもんだろ。そう言って宗星は部屋で行く。またまたと階段を降りていく音が聞こえる。あれ？何なんだあいつ。そう、次は二人きりは無理。そうか。鈴くんのことじゃ二人きりになったね。ねえ、たいくん。はい。こんな時に遊びに来ても大丈夫だった？もちろん。ごめんね、バタバタしてて。あ、これ、伊勢のお土産。今日はこれを渡したくて。コトコちゃんがバックパックの中から菓子折りを取り出した。菓子を背負ったまま彼女に壁をよじ登るか申し訳ないことをした。赤服にしようか迷ったんだけど、名古屋駅でも売ってるでしょ。だからお服もしようの方を買ってきたの。ありがとう。お茶入れるね。ソファーに座ったコトコちゃんの前にお茶を置く。大家さんだっけ。ご挨拶したかったんだけど、どこ行っちゃったんだろう。さっきまでいたのに。なぜか大家さんがいなくなってる。ひょっとして宗星と一緒に出かけたのか。会話が思い浮かばない。図らずも二人きりになってしまった。全然心の準備ができていない。学校の帰り道とは飽きがしたんだぞ。いや、でもこれは仲を進展させるチャンスなわけだろ。紅葉みたいなキスの流れは無理だけど、そこまでの流れを踏襲することは可能なんじゃないだろうか。ことこちゃんが俺の気持ちに気がついてるか認するな。真顔で俺の気持ち分かってるんでしょって聞くんだ。ことこちゃんってさ、何？俺の気持ち分からないでもない。うん、気持ちあるよね。え？固く侵入だもの。もし犯人と出くわしていたら危険な目に遭っていたかもしれないんでしょ。うん。おまけに盗んだものがブラとメダカでしょ。意味わかんないよ。いくらゼックンでも得体の知らない相手は気持ちあるよね。そうだね。今のは完全に俺が悪い。そりゃ今の状況だとその話のことかと思うよな。そもそも真顔でコトコちゃんの顔を見つめること自体が無理。恥ずかしい。外から車の音が聞こえる。あ、宗星さん帰ってきたんじゃない？車のドアが閉まる音がしたかと思うと、すぐに玄関がガラガラと開けられる音もした。ただいま。ただいま。お、大家さんもいるね。庭に入ってきた宗星と大家さんは中身が見えない黒い袋と大きなレジ袋を持ってる。コトコちゃんがさっと立ち上がって頭を過ぎる。お邪魔してます。おや、かわいいお客さんだね。タヒくんの友達の薄いコトコです。ロウサー金がね。噂ですか？そりゃもういろいろと。二人してどこ行ってるんだよ。大家さんが余計なことを言う前に口を挟む。買い物に行くって言ったろうが。何を買いに？何言って。宗星が大家さんを見る。大家さんは黒い袋の方からずるずると中身を取り出した。ブラジャーだよ。なんで？私も何が何だか、急に宗星くんがブラ買いに行くぞって。必要だったからだよ。盗まれたブラと似た材質のサイズのものが欲しかった。俺には違いが分からないから孫さん連れてった。なんでブラが必要なんです？実験ために決まってるだろ。実験？ちょっと盛り上がってきましたね。お、分岐だね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。